西学生アメリカンフットボールリーグディビジョン1、今回は関西学院大学対立命館大学の一戦をお届けいたします。やはりパスディフェンスの基本はラッシュだとは思うんですけどね。サーダン8、さあこの8ヤードどう取る。よくオフェンスラインを持って、インターセプト、どこまで持っていく。また中野だ。さあ取りました。こちらの方は31番です。31番の中野良治。さあセカンダンゴール、またランプレーで来るか。来そうだ。ファンブル。これはファンブルして抑えたのはどっちだ。すごい試合が立命館が抑えてますね。立命館抑えたのは主将、こちら坪倉。セカンダン3、さあこの3ヤード下がってターゲットは空いてる。長いのいった、どうだ、通った。今のは綺麗に空いてましたね。これは見事です。はい、ターゲットは82番です、木下。キッカーは東。外れてますね。ああ外れましたね。外れましたか。ここが右へずれたのかな。さあここでリズムを作ってくるか。もちろんファーストダウン。下がって自ら、これはスクランブル発進、発進、ファーストダウンもぎ取って、まだ行く。速いですね星野君やっぱり。6ヤード7ヤードプラスして、足の速さというよりは判断が、ね、そうですね。ああなるほど。さあどうだ。外れた。おお外れた。ここは本当にお付き合いよしといった感じであります。見切られましたね、はい、ディフェンスラインさあ持って、どうだ、ここは抜けら。あーコーナーパターン。さあこれはやっと入ります。これはプロテクションこれだけ持てば、そうですね。さあ QB、 またこちら星野どうする。反対サイド、これはいい、浮かした、うまい。これは見事タッチダウン。これも今まで見せたことないショートっていうんですか、ゴールラインプレーですけどね。サーダン8、さあどうする。スクリーン逆サイド行きましたね。抜けた、すごい。これはロンゲイン行くか。いや一人で止まらない。これが平松君のすごいところですね。さあ平松がここまで持ってきてレッドゾーン。普通に考えると大野君にちょっと、はい、サイクを入れたパス、インサイドレシーバーに入ってますし。さあどうする、パスで来る、浮かせて、どうだ。わあ絡んで絡んで、これはナイスカバーですかね。これは31番がナイスカバーというふうに表現する方がいいでしょう。フィールドゴールを狙うようです。あ外した。どうでしょう。外れてます。うわ今日はこれはまたスタンドがある意味大きな声を湧きます。ただフラッグが出てます。あフラッグ出てますか、はい、ホールディングディフェンス74番。さあ取ってここで行く。ああキープ抜いてましたね、はい、タッチダウン。足つったんですね。足つりましたね、はい、岩山自身が持っていきました。一気逆転を狙う。 QB には武田剛。これはちょっと焦ったか。もったいないですね。いや確かにもったいない。さあこれでファーストダウン、どうする。おーおーショベルパス、難しいプレー。どうだこれが、これは前島陣。さあどこまで引っ張れる。20ヤード。これは私が今まで見たショベルの中でもまた一ひねり入れてきましたね。ありましたね。まあそういうこと考えればファーストダウン取りたいですね、ファーストダウン取りたいですね絶対。さあどうだ、ファーストダウン取るか。お見事なランダー、まだ倒れない。すごいな痛み君。痛みです。34番痛み、落ち着いて、これは入ったようです。おうこれは成功です。初めて今日フィールドゴールが決まったのに、ね、いや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 、このファーストダウン取れるか。下がってターゲットはどうだ、長いのいった、いけるか。ナイスキャッチ。うわ取ってる。これは見事です。イエローが出てますね。取ったのは82番です木下。あ入ってないですねオフサイド。ボールが出る、うん、さあどうだ、ここはパスでいけない。さあその前にボールデッドか、ボールデッドですね、はい、
カウントダウンが行われています。さあこれで時計をゼロを指しゲームセットとなったようであります。ゲームオーバー、試合終了です。さあご覧のように関西学院大学は10点、立命館大学が6点、10対6で関西学院大学が勝利を収めました。